おーい、Where are you? こんなになってたので、クジュクジュクジュパッなんか爪が長いのどうしたらいいんだろう。お母さんに置いてかれちゃって、その本当にかわいそうでした。Hey guys, it's Sayaka from 日本語できた。皆さんこんにちは。日本語できたのさやかです。And today's video is gonna be mostly in Japanese, so please turn on the subtitle on and continue watching. 今日は、このビデオは撮る予定ではなかったんですけど、あることが起きました。皆さんタイトルやサムネでも分かったかもしれないんですけれども、どこ行ったかな？ちょっと待ってください。おーい、Where are you?どこ行ったんだろう。どこ？あ、おいで。カモン。はい。こんにちは。こんにちは。実は子猫を保護しました。もう今手のサイズしかないんです。で、この子猫は3日前にたくさん車が通る道のそばでもう怖がってこう小さくなってるのを見つけて、で本当に怖がっていたし全然動かなかったので、もうどうしても助けずにはいられなくて保護しました。でただその日は私大阪に行く予定があったので、一時的に2日間はゆうやに預かってもらって、ゆうやありがとう。で昨日私大阪から帰ってきたので戻ってきました。あー、爪引っかかっちゃった。そうそうそう、拾った時にお母さん猫いるかなと思って見たんですけど、いなくて、どこにも猫いなかったので保護したんですけど、首輪もつけてなかったし、もう子猫1匹だけこんなになってたので、はい。で今日は今やってないんですけど、夕方に動物病院が開くので、一度動物病院に連れて行って、まあ、その間に誰か引き取ってもらえる人を探したいと思います。おはよう、病院行くよ、起きて、眠たいね起きて、暑いね。410、ちょっと落ちないように見ててくださいね。はい。子猫迷子になってることってよくあるんですか？これね、お母さんに置いてかれちゃってるの、このサイズだと。ああ、そうなんだ。うん、大体3匹ぐらい子供を産むんですけど、はい、そうするとお母さんの後一生懸命ついていくんですよね。ところが3匹のうち1匹でもお母さんにちゃんとついてきてる子がいると置いてかれちゃう。ああ、そうなんだ。そうそう、で一生懸命この子は泣くのね、泣いてお母さんに気づいてもらおうとするんだけど、はい、気づいてくれる場合もあるんだけど、大体は気づかずにいっちゃう。それとちょうどこの頃になるとね、歯が生えてくるんですよ。はい、歯生えてるでしょ。そうするとお乳を飲む時に痛いの、お母さんが。で嫌がるんですよ。でお母さん、要するにそろそろこの乳離れする頃なので、その頃にこう置いてかれちゃう、はぐれちゃう子が多いんです。だから大体この今410でしょ、はい、410だと大体一月半ぐらいの感じなんですよ。おいで。動物病院に行ってきましたで、健康状態とか見てもらって、この猫ちゃんとっても元気でした。よかった。ただ体に、まあ野生の猫なので、体に虫が、小さい虫がちょっとついてたんですよね。これがね、これ黒いのあるでしょ、わかります、はい、これノミの糞。ノミの糞、うん、ノミがいるからノミの駆除はしておきますね。その駆除をする薬をこの辺かな、この辺につけてもらって、その後2日間隔離しなきゃいけなかったんです。もう本当にかわいそうでした。こんな小さい、こんな小さくないか、まあ、箱の中に閉じ込めて隔離しなきゃいけなかったんですけど、虫が落ちちゃうから、はあ、かわいそうだった。本当にかわいそうだった。で、その間にずっと引き取ってくれる人を探そうと思ってたんですけど、もうね、何日も過ごしていく間に、どんどん、はあ、かわいいな、本当にかわいいな、情が溢れてきて、こう、母性が湧いてくるっていうんですね。母性って、お母さんの気持ち、
はい、お母さんみたいな感情が生まれてきて、それでしかもなんかなかなか猫ちゃんっていうのも名前がないのもかわいそうだなと思って、名前つけちゃいました。じゃじゃじゃーん、はい、名前は発表します。トコ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 ーン、トーン、ナツです。何が起こってるかわかんないね、ごめんね。はい、どうぞ遊んでおいで。なんで夏にしたかというと、7月のとっても暑い日に外でこう小さくなってたので、あ、夏だ、夏に見つけたな、あ、じゃあ夏にしようと思って夏にしました。ちょっとピッチアクセント違うんですけど、あの summer の夏は夏ですね。で、あの猫ちゃんの名前は夏です。で、夏は私の手で遊ぶのが大好きです。チク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 シュー、パックチ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 クシュー、パッかわいいね。なんか爪が長いのどうしたらいいんだろう、すごい引っかいてくるから、まあなんかそこまで強く引っかいてこないので傷になってないんですけど、あ、そうそうそう、名前決めて飼うことにしました。はい、ただ私猫飼ったことなくて、昔犬は飼ってたんですけど猫は飼ったことがないので、ちょっとこれから一緒に夏と勉強しながら一緒に過ごしていこうと思います。はい、なんか分かんないことがたくさんあるので Google でたくさん猫ぐるぐる音が鳴る何それを調べたり、なんだろうと思ってね調べたよね。はい、でこんなに懐いてくれたので、もうそりゃ手放せないと思って一緒に暮らすことにしました。なんか本当に猫って犬と全然違ってまた面白いですね。本当やんちゃ、やんちゃすぎる。もう本当に寝て起きておしっこしてうんちしてご飯食べてたくさん遊んで、そのまま遊びながらだって寝落ちしていくんですよね。めちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛いね。これから健康に育ってくれるといいなと思ってます。また夏のアップデートが欲しいっていう人はまたコメント欄にコメントしてください。はい。If you like this type of video, like the Japanese vlogs of my daily life, Natsu's life, please.Give it a like and also leave it in the comment and please don't forget to subscribe to my channel and 今日も見てくれてありがとう and I'll see you guys in the next video また次のビデオでお会いしましょう、またねー、なっちゃん、なつバイバイして、バイバイ、何が起こってるかわかんないね、はい、終わりです。